皆さんご機嫌いかがですか？オーストラリアシドニーで発行、シドニーでのライフスタイルのみを追求したオールカラーの無料日本語雑誌月刊ジャパラリア公式 YouTube チャンネルへようこそ。今回の投稿では月刊ジャパラリア2023年12月号にも掲載の2023年11月25日から2024年4月28日までシドニーで開催される特別展をご紹介します。この動画をご覧の皆様への同展覧会のペアチケットプレゼントのお知らせもありますので、最後までお付き合いいただければ幸いです。ジャパラリアニュース、ルイーズブルジョア展シドニーで開幕。シドニーシティに隣接するザ・ドメインにあるニューサウスウェールズ州立美術館新館北館で11月25日から2024年4月28日まで特別展ルイーズ・ブルジョアが開催されます。一般公開に先駆けて11月24日メディアプレビューが開催されました。展覧会のタイトルにある通り、世界的に最も名高い女性芸術家の一人として知られるルイーズ・ブルジョアが生み出した数多くのインスタレーションやテキスタイル作品などを一堂に展示した回顧展で、ルイーズ・ブルジョア展と銘打った展覧会はオーストラリアでも過去に何度か開催されたことがありますが、実に120点以上を集めた今回の展覧会が最大規模となり、オーストラリア初公開の作品も多数含まれます。1911年フランスパリで生まれたルイーズ・ブルジョアはパリの名門美術学校エコール・デ・ボザールなどでアートを学び、26歳の時にアメリカ人美術史家ロバート・ゴールドウォーターと結婚し、アメリカ・ニューヨークに移住。98歳で世を去るまでニューヨークを拠点に精力的に創作活動を続けました。巨大な雲の形をしたインスタレーションをいくつも発表したことで有名ですが、絵画やテキスタイルなどでも多彩ぶりを発揮しました。こちらがオーストラリア初公開となるルイーズ・ブルジョアの最も有名な作品で、ニューサウスウェールズ州立美術館旧館の正面玄関前広場に設置された高さ9メートルの雲のインスタレーション、ママン。ママンとはフランス語で子供が自分の母親に対して呼びかけるママと同じ意味です。それと雲が何の関係があるのかをここで説明しようとも思いましたが、かなり奥が深く、ここでさらっと適当に紹介するのは作者である彼女に対して失礼だと思いましたので、興味を持たれた方はぜひ検索してみてください。今回の特別展で展示されている雲のインスタレーションはママン以外にも2点あり、こちらは館内でのみ見ることができます。今回の展覧会にはルイーズ・ブルジョア展というメインの展覧会名のほか、今画面でご覧いただいている副題が付けられています。日本語に訳すと、昼が夜に侵入したのか、それとも夜が昼に侵入したのかという意味になり、同展はニューサウスウェールズ州立美術館新館の2フロアを使い、館内から外の景色が見えるフロアが昼を、同館一番下の閉ざされた地下フロアが夜を意味する展示内容に分けられている点もユニーク。地下フロアにも雲のインスタレーションが展示されています。館内ギフトショップもご覧の通りルイーズ・ブルジョアグッズ盛りだくさん。特別展ルイーズ・ブルジョアは2023年11月25日から2024年4月28日まで開催。期間中の2024年3月10日からニューサウスウェールズ州立美術館専属の日本人ボランティアによる同展の日本語ガイドツアーも毎週開催されることが決まっており、またこの動画をご覧の皆さんの中から抽選でペア1組にあたるルイーズ・ブルジョア展入場チケットの視聴者プレゼントもあり、応募方法、ニューサウスウェールズ州立美術館の正確な所在地や開館時間、日本語ガイドツアーの詳細とともにこの投稿の概要欄に記載しておきますので、興味のある方はそちらをご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
よろしければ次回もまたぜひご覧ください。